どうも、リンカーン中村です。さあ、今回はですね、聖火リレーの1週間前ということで、こんな荷物が届いたので、こちらの開封動画と、改めて、いつ走るのか、どこを走るのかというのをお伝えさせていただければと思います。皆さん、僕が聖火リレーのランナーとして走ることはご存知でしたでしょうか。6月24日木曜日の朝8時25分から49分の間に、静岡県の牧之原市を走行することが決定しています。こちらの走る様子はライブ配信されますので、ぜひチェックしていただければと思います。URL はこちらの動画の概要欄に貼っておきます。そして聖火リレーを直前に控えて、こちらの荷物がですね、東京2020オリンピック聖火ランナー事務局から送られてきたので、こちらの中身をですね、見ていきたいと思います。一応ですね、東京2020オリンピック聖火リレー応援キットというふうに書いてあります。では早速開けていきたいと思います。さあ、一体何が入っているんでしょうか。見ていきます。お、まずはご案内が入ってますね。東京2020オリンピック聖火リレー応援キット送付のご案内。東京2020オリンピック聖火ランナーの皆様、はい、本番に向けて気持ちは高まってきましたか。今回はあなたの走りを少しでも後押しできるよう心ばかりではございますが、東京2020オリンピック聖火リレー応援キットをお送りいたします。ぜひご家族やご友人にお配りいただき、当日の応援にご活用いただければ幸いです。まもなく聖火リレー本番です。あなたが気持ちよく当日を迎えられること、そして地元チャレンジャーとしての思いを胸に楽しみながら走り切れることを心よりお祈りしています。送付内容としてはトートバッグ、タオル、うちわ、ピンズ、フェイスシールとなっています。では早速見ていきましょう。なるほど。このトートバッグの中に割といろいろ物が入っているようです。では見ていきましょう。トートバッグ。まずはうちわですね。うん、聖火ランナーを応援しようということでうちわが入っております。ちょうどこの夏の暑い季節、うちわが必要になるので結構普通に使えるかなと思います。はい、うちわ入っております。あとは、お、これがフェイスタオルですかね、が結構入ってますよ。5個入ってます。5個入ってます。ちょっと柄を見ていきますね。あ、すごい、このタオルを留めてあるやつもちゃんとこのトヨタと入ってますね。手首に負けそうな感じのやつが入ってます。さあ、このタオルの柄がこんな感じですね。おお、かっこいい。東京2020オリンピックトーチリレーと書いてあって、いいっすね。いい感じですね。このタオルが5枚入ってました。続いて中に入っているのがこれですね、フェイスシールですね。はい、おそらくまあ顔に貼るようなシールだと思うんですけども、なかなか今こういうの貼ってる人いないですよね。なんかワールドカップとかでたまになんか貼ってる人見ますけど、なかなか貼る勇気はないですね。これはおそらく保存保管になると思います。そして最後、こちらのピンバッジですね。このオリンピックの多分キャラクターだと思うんですけど、この子が聖火リレーを持って走ってる様子が映ってます。そんなピンバッジですね。はい、これも5つ入っております。誰かに配るかな、お父さんとかお母さんとか追い込み1個にあげたいと思います。以上ですね。あとはまあトートバッグになっております。そんな感じで応援のグッズがいろいろ届きました。ということで、あと約1週間後、聖火ランナーとして走らせていただきますんで、インターネットの方で中継がされますので、そちらからご覧いただいて応援していただければと思います。まあ、僕が聖火リレーを走りたいと思った理由は一つで、転換を一人でも多くの人に知ってほしいというところからになります。なので僕の走る姿で一人でも多くの人に転換をしてもらって、また転換を持っている人に元気や勇気を届けられたらいいなと思っています。なのでぜひ転換を持っている方が周りにいるという方は、僕が走るということをお伝えしていただければと思います。また当日の様子はですね、動画で撮って YouTube の方にもアップしていきたいと思っています。そちらもぜひお楽しみにしていてください。それでは6月の24日木曜日朝8時25分から49分の間、
どうかご覧ください。以上、リンカーン中村でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。